どうも、動画担当のテンコです。今日も第五人格をプレイしていきましょう。それなりに前の話になってしまいますが、教授とフライホイール効果が実装されましたね。それによりハンターをやる気がそぎ落とされました。というわけでサバイバーをやっていきます。使用するサバイバーは囚人ですね。あ、オフェンスさんが追われてるみたいですね。ハンターは浪人業師ですか。オフェンスさん以外は解読にデバフがないサバイバーなので美味しいですね。オフェンスさんがやられてしまいましたね。浪人業師はローも避けなければならないのでチェイスが大変ですよね。当たりませんでしたね。ラッキーです。めっちゃ固めようと努力してますね。また飛ばしてきました。なんかちょっとかわいい。担当者さんが9割で救助に向かってますね。ナイス救助です。瞬間と共にタックルの音。なるほど、院内まで来ようとしましたか。補助入れ。は、見なかったことにしてください。失敗しました。解読に戻りましょう。これで残り2台ですね。一撃代わりに受けようか悩んでしまいました。解読しましょう。担当者さんがいますね。立て直し優先です。おお、よしよし、いい子だ。うお、浪人業師が見えます。あ、なんかあそこの暗号機周りにいると思ってめっちゃ固めてますね。ラスト1台、暗号機がばらけたのは大きいです。心音がしますが、心理学者さんがハンター近いと言っているので女神回しに行きましょう。ここで存在感マックスです。ここからが浪人業師は恐ろしいですね。完全新規なので心理学者さんにはチェイスを頑張っていただきたいところです。担当者さんも回していますね。浪人業師は残り1台に寄せての守りも強いので2台回しで良いでしょう。ここで心理学者さんダウンです。かなり回せているので4割救助でも上がるでしょう。早めに気づかれてますね。大丈夫でしょうか。ナイス救助。担当者さんが殴られたので流れで通電です。あとはゲートを開けるだけです。浪人業師は引き止めるを採用しない左上人格が多いのでダメージを負っていない限り通電後もある程度稼げますね。ああ、瞬間の音ですが反対ゲートですね。
心理学者さん来ましたね。引き止めるがないので補助もできますが。脱出口はこっちと言っているので逃げましょう。ナイス、これにて3逃げです。次の試合に行ってみましょう。というわけで2試合目やっていきましょう。ストップ。解説入れます。囚人にとってありがたい調整が来たので説明しておきます。前回のハンターの内在人格調整の際に封鎖が追加されたのをご存知でしょうか。3時の方向に1つ伸ばしたところにあるこの人格はハンターから最も遠くに位置する暗号機1台を40秒間解読できなくさせるものです。白黒無常や老人形師など右以外に人格を振った方が強みが出やすいハンターやその他の変態人格愛好家様のハンターを除き、多くのハンターが裏向きカード目当てで採用するわけですが、実は囚人が暗号機をつなぐ際に封鎖されたのはどの暗号機かを見ることができます。せっかく暗号機に来たのに回せないというお散歩を防げるほか、ハンターのおおよその位置がわかるので対策が練りやすいのです。今回は船上が封鎖されているのでハンターはアスレチックにでも湧いているのでしょうか。小屋でも回しに。あ、やべ、ハンター小屋脇じゃないですか。ひどい隠密からの一撃、かなりテンポが速いですね。乗り越えを見て板を倒します。閉鎖空間ありですね。電装をつないでおいたのでグルチェしやすいようにビリビリゾーンを作ります。私のゾーンがひっ、よく当たりませんでしたね。このポジションでぐるぐるしても弱いので海岸を目指します。ビリビリって意外に使いどころありますよね。飛んできましたが次の板に間に合います。ここは間に合わないのでフライホイールを使います。ジャンプしてきた。ひっ、一か八かでしたね。海岸にはほとんど板もなく次のポジションには間に合わないのでここでダウンですね。しかし墓守さん含め3台上がったのでグッドです。祭司さんが救助に来てくれてますね。昆虫学者さんが船上、墓守さんが小屋の暗号機を回すようです。ナイス救助。衝撃波を食らってすぐに椅子に触れてくれたので救助が間に合いましたね。このまま墓守さんの方向に若干寄りつつ暗号機には寄らない位置を目指しましょう。む、心音がしませんね。ちょっと這いずって位置をごまかしましょう。と思ったら祭司さんが追われてるみたいですね。すり替え美味しいです。瞬間、暗号機を守りに行きましたか。
このまま起死回生を吐いてしまいましょう。すぐさま昆虫学者さんの回していた暗号機とつなげます。墓森さんの方に向かい解読協力です。おお、2台同時に上がりそうなレベルですね。上がるか。上がりません。しかし先ほどチャットで祭司さんが新規を回していたのは確認済み。すぐさまつないで通電準備完了です。送電での通電なので多少通電が遅れましたがナイスです。お、祭司さんも来ましたね。これにて3逃げです。ご視聴ありがとうございました。